神様だって決められない、どっちの道進めばいいか、そんな大事なことを人に聞くな、自分のその目で見極めるんだ。が何色か知っているかい、考える間もなく青だろうって、君たちはいつだって当たり前のように答えてしまうだろう。だけどちゃんと見上げてみてごらん、本当にあれを青だって言えるか、自分で確かめなきゃわからない、真実は何色だ。みんながそうだって言うから、きっとそうなんだって思う。 A or B、 どっち？じゃあ自分はどうかとは誰も考えたりはしない。 Yes or No、 正解は一つじゃない、と答える。神様だって決められない、運命とは掴み取るもの、したいっていう意志って大切だと思う。本当はどうしたい？協調性って言葉はお互いの意見があってこそだ。誰かとただ合わせるだけじゃない、はっきり言おう。どうしたいのかすぐに決めろ、風の向きに流されちゃったら、大地に足をつけど、確かにいるよ。周りを見渡したって見つからない、君は気づいていたはずさ。神様よりも君は君の声を聞け、答えはいつも君の心の片隅に存在するんだ。誰かを当てにするのではなく、自分の力を信じることだ。